ではムーブメント加工だね。またクロノグラフタイプ、クロノグラフっぽくしてくれという依頼です。なかなかこれは相当に手間な作業になりますね。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。からちょっとお話ししているパッと見クロノグラフ加工ですね、そのまあお話をしようかなと思っております。なので今回は講釈の回、喋るだけになりますが、もし自分でもやりたいという方のためにちょっと説明していきます。まあ詳しく加工できればいい、詳しくこのね映像で見せればいい、見せれればいいんですけど、あまりにも小さいもんで。で2813タイプですね。2813タイプの6芯ってやつです。なので、パッと見は普通のデイトナーなんですが、スモールセコンドは日付と曜日になっていて、一番下が秒針になってるのかな。で、クロノグラフ秒針も秒針として動くタイプのを加工しております。それを加工してるんですが、その加工のお話です。2813タイプのものでなければ、正直できません。もう一個あるんですよ、そういうタイプのやつが。それがそのひょうたん型と呼ばれてるやつ、俺が勝手にひょうたん型と言ってるんですけど、要はローターがひょうたんのようなこういうえぐれてるような形になっていて、それだとね加工できないんですよ。なのでそれだとまあね2813タイプに入れ替えてっていうこともできるんですが、要はちょっと若干その2813タイプとムーブメントの大きさが違ったりして、で針のそのね軸の大きさも違ったり、軸の太さも違ったりして、なかなか合わないっていうこともあるんですが、まあ最近はやるようにしてるんですけどね、そこの解決方法なんかはまあ次回でもやっていこうかな。でもね、手探りです。相当手探り。このパッと見クロノグラフ加工もムーブメントの魔改造なので、かなりねまあ今回お話しすることにはお話しすることも含めてなんですけど、これがいろいろ変えてます。日々いろいろ変えてます、うん、これで正しいと思うことはないので、要はムーブメントを改造してしまってることなので、改造してしまうことなの で, でそれが正しいかどうかがわからないですよ。でなのでまあ日々いろいろこれがいいのかな、あれがいいのかな、こうやった方がいい、ああやった方がいいっていうのをいろいろ変えてるので、今回まあ話すのはその途中ということですね。でまあ前回から見てください。前回見てない人、前回の前編を見てください。前編を見て今回はちょっとこのお話をします。で前回削ったじゃないですか、削ったあのね削っていた秒針軸ですね。秒針軸あれね4番な、あれ4番っていうのかな、要はこういうような形なんです。これ文字盤こっちです。文字盤こっち、文字盤ここ、こういうような形でここ歯車になってます。ここ歯車になってて別の歯車についてるんですよ。でこの歯車でこれを動かしてあげてるんですよ。でじゃあ何をしたかというと、ここのこのこのねこの秒針軸のこの歯車を削り落とすんです。こうやって削っちゃうんです。そうするとここに歯車はつかないじゃないですか。でもね時計としては機能するんです。これは秒針を動かすだけの歯車軸なんです。でここの先に秒針軸がつくので秒針が動かなくなるだけなんです。この特性を利用しているだけなんです。こういったことをします。だからものすごく少ししか開かないんですよ。ここものすごく少ししか開かない。
もう 0.0何ミリぐらいしか開きません。でこれを固定するんです。ボンドに持っても固定するんです。これ今横から見てますよ。断面図ですからね。バシンと切った断面図です。こういうことをしてます。じゃあちょっと上から次見てみましょう。上からの図を見てみましょう。でどういう感じでついてるかというと、ここに先ほどの秒針軸がありますよね。でそれに動いていた、それを動かしていた歯車で、この辺にあのアンクルとテンプがあって、でここにガンギがあって、こういう感じかな。であるんですけど、でここにあの切り替え車、そして伝達車、ここにゼンマイがあってっていうような形になるんです。真上から見た感じですね。ムーブメントを真上から見たような感じです。こういうのになるんですが、今削ったのはこれです。この子、この秒針軸を削るんです。削って、あの縦に削らないでくださいね。こう横にそげ落とす感じですから、縦にバーンと切っちゃえばこう、これスコスコになってあのクロノグラフを止めれなくなっちゃいますから、まあ、それでもいいのか。まあ切ってしまうと固定できなくなるから、まあ、うん、それでもいいのか。いやダメだな、固定できないもんな。なので固定できるようにここを残すですよね。要は先ほども言いました通り、こういう風な形をしてるんですよ。こういうような形ね。だからこの歯車の部分だけを落とすんですよね。歯車の部分だけを落とすんですが、最近は半分だけ落とすようにもしてます。なんでかと、こういう風に、なんでかというと、ここで固定できないですよ。ここまあ接着剤とか使うんですけど、最初は瞬間接着剤なんかを使ってましたが、最近はあの何ていうんですか、それにセメントを混ぜたりっていうこともしてます。セメントっていうのはあの何ていうのかな、粉末のプラスチックです。粉末のプラスチックを瞬間接着剤に混ぜて、ここでこの山を築くんです。固定してあげるために、動かないようにするために。ですがここの歯車と、ここの見てください、ここものすごくクリアランスがないんですよ。こっち側は、こっち側はクリアランスあるでしょ。ここクリアランスないですよ。ここが大事で、ここが接触すると途端にあのムーブメントとして、時計として調子が悪くなります。タイムグラファーに乗せた時、この波形で、あの引っかかってる波形が出てきますから、ここのかわしが非常に大事なんです。ここもう 0. 何ミリの世界ですから、ここに当たらないようにここを、この子を固定してあげるんですのが大事なんだよね。うん、まあやる人はここが苦戦しますから、ここがまあかなり重要なポイントだね。ここがかなり重要だから、最近はこうやって半分だけ落として、落とした半分側を、要は拡大してみると、この歯車を、削った歯車をこういう風に削ってるっていうことです。これが軸だね。この黒い点が軸です。こういう風に削ってるんですよ。こういう風に削れば、ここに固定するできる、そのセメントを乗せるための、こう多く乗せれば乗せるときっちり固定できますから。これであの秒針軸になるの で最後クロノグラフ針を押すんですよ。その時に落ちたり剥がれたりということがあるので、極力残したい。その強固にするために、頑丈にするために極力残したい。最近はこの半分だけ削り、少しでも多くその何て言うんですかね、ベースを作るようにして、ここだけをかわすように作ってるんです。だからこれが剥がれ落ちてしまうと、こういうふうにこうぐるっと回ったり、このセメントがぐるんと回ると、ここに接触しますから動かなくなります。その動かなくならないように、こうやってかなり強固に止めるようにしてるんですが、この加工が大変なんですよ。この加工がまあ大変。これが第一段階ですね。だからこの受けをバッと外して、2813の受けをバンと外して、見えてくる輪列で加工してまた戻してあげるということをやってます。これが大変なんですよね。
ここに接触しないように、でここだけを削ってしまえば秒針軸は動きませんから、こういうことをしてるんです。だからまあなかなか一筋縄ではいかないっていうのは正直な、このパッと見クロノグラフ加工の、パッと見クロノグラフ加工なんですが、なかなか一筋縄ではいきません。まあ今やってることが正しくも正しいとも限らないですし、いろんなことを試してます。これが完璧だ、今の状態が完璧だということもないですから、いろんなことを試してます。で、ね、やはりね、氷炭型と呼ばれるやつ やりませんって言ってますから、最近はやるようにしてます。針を2813用に変えたりとか、軸ごと取って、軸、あの秒針の軸あるじゃないですか、あの軸取るんですよ、針から取るんです。めっちゃ小さいよびっくりするぐらい小さい、めっちゃ小さいよ。小さいのをやったりしてるんですけど、まあやらないことには先に進まないですからね、進歩もしないですから、やるようにしてますが、その氷炭型はちょっとサイズが違うんだよね、2813とちょっとサイズが違って、そのケースに入れるとこうグラグラ動くんだよね。そういったことも起きたりするので、うん、まあかなり手探り状態ではありますけど、このねプラ板を使って固定したり、まあプラ板をね、薄いプラ板をスペーサーの間に入れて固定したりとかっていうこともしてます。でもやはり不具合は出ますから、うん、多く出ますね。そっちの方が多く出るな。だからまあ俺が今伝えた、やりたいっていう方、自分でやりたいという方はその辺ですね、注意してください。今回のそのあれだね、あのムーブメント加工で表側ですね、スモールセコンドで動くところ、あそこはねもう全部取っ払っちゃってください。全部取っちゃえば大丈夫ですから、全部取っちゃうんです。で針のついている軸だけを、針のついている軸だけをムーブメントにくっつけるんです。接着しちゃえばいいですから、ペッて接着しちゃうだけ。レバー関係は全部取っちゃってください。レバー関係を全部取るんです。そうすればそこだけまっすぐスモールセコンド3G1 9G1 がピカンとこうそこで固定されますから、固定というかそりゃそうだよね、動いてないんだもんね。で、まあ、下の 6G1 だけこう秒針が動くという形になりますから、そういったことをですねやってるんですよね。で大変なのはこの今今回説明した真ん中 その秒針軸の研磨とリューターで削ってますが、その削りと固定だけなんですけどね。こうやってまあムーブメントを魔改造すればこのパッと見クロノグラフができるっていう感じです。やれる人はやれると思いますけど、あんまりやる人もいないけどねまあだから今言ったのが正しいっていうかね、いろいろやっぱり手を加えていってます。毎回毎回違うようにというわけじゃないですけど、ちょっとここが不安だな、もっとこう言って改善した方がいいなっていうふうな思うことをどんどん取り入れてます。でね、一回あったのは、要はここを瞬間接着剤で止めるじゃないですか。瞬間接着剤で止めるとガスが発生するんですよね。するんですよ、ガスが発生してこの辺周り白くなるじゃないですか。わかります？瞬間接着剤って白くなりますよね。あれがここの周りにバーッと白くなるんですよ。なのでそういったところが一回ありました。白くなって、まあ拭けば大丈夫だろう、軽くまあ拭いたんですけど、このねアンクルの動きが悪くなりました。アンクルの動きが動かなくなり不動になったんです。そういったことも起きます。全てがまあ全ての要因というのがね、こう重なって動かなくなったことがあるので、うんとね、ちゃんとこうマスキングするんですよ最近はこの小ささねだよ、この小ささに全部マキシングで、マキシングを施して、マキシングテープを施してガスが周りに影響を及ぼさないようにしてからこの土台を作るんですってこともするので、まあ、かなり手間がかかります。相当に手間がかかりますので、やる人はかなりこうその周りに及ぼす影響、接着剤も選んだ方がいいです。やっぱり瞬間接着剤は水分で持って反応して硬くなったりもしますし、でこれにプラスチック溶剤をプラスチックセメントでも固めたりするんですけど、それだとかなり時間かかります。なんていうのかな、固まるまで時間かかったりしますから、うん、だからそこだけ注意ですね。か
かなり手間になります。でさらにこの2813特有の受けを載せなきゃダメですから、2813の受け、これ2813ですから、2813の受けをこれに載せなきゃダメなんですよ。それもまた手間ですから。で必ずザラ回しをして、オイルもかなりオイルも刺して、でザラ回しもしてっていうのも全部やって、で完成なので、かなり手間がかかるので、やる方はね心して覚悟を持って壊す勢いで最初はやってください。ちょっといろいろね、また進化したものをお見せできればなと思ってます。最近はその氷炭型がね課題になってるのは、やはり氷炭型何件か依頼も受けてますけど、やっぱりね不具合出ます。不具合出た時はまあ送ってもらってまた直して返すんですけど、そこの不具合だね、そこの不具合、やはり氷炭型の不具合をどう改善していくかっていうのは今後の課題だなと思ってますけどね。ね、なかなか、まあ、なんとなく糸口は見えてるんですよ。糸口は見えてきてます。きっとこれでいけるだろうという糸口は最近ちょっと掴んだんですけどね。そのやはり軸を外す秒針軸を外すんですよ。あ、秒針軸じゃない、針の秒針軸、針についてる軸ですよ。2813秒針の、あの針についてる軸外すんだよね。わかるかな、わかるかな、針に軸ついてるんですよ。針にこう横から針見るとここに軸がついてて、この軸にこういう風に刺すんですけど、この軸、この軸を外すんですよっていうのをやってます。それを外せば、なんとか外せれば、それの軸をその加工したムーブメントに入れて、その上にこれを乗せれるというこうってこともいろいろやってるんですけどね。それが一番今いいかな。でまあそれだけの秒針軸って売ってないんだよ。なんていうの、2813のその6針のそのさ針売ってないんだよ。探してんだけどなかなかない。それがあれば解決するんだけど売ってないんだよね。売ってなくてさ、であと氷炭型で注意してほしいのは文字盤側のサイズも違います。だからスモールセコンドの穴が合わないっていうことも結構あるので、これね氷炭型に限ったことじゃないんですよ。2813系のやつでも文字盤っていうか時計自体が大きいモデルもあるので、それは合わなかったりするんです。するのは一見見たことあります。あ、合わないと思ったのがあります。そういった場合はもう文字盤に針をつけてしまう。スモールセコンドだね、 3G1、6G1 のスモールセコンはもう文字盤にそれをつけてしまう、針をつけてしまうというので解決できますから、やはり問題はその真ん中の本当の時計の針ですね。そこが合わないから、そこが問題ですけどね。まあちょっと長々話してしまいましたが、やる人はかなり覚悟を持ってやってみてください。1個2個壊すのはやはり必須です。壊して覚えましたから。でまあ俺がやってるのはあくまで魔改造ですから、ムーブメントを魔改造してますから、おすすめはしません。やれるのであればやってもいいけど、おすすめはしません。不具合は多く出ますから、やる人は注意してやってみてください。なかなかいないと思うけどね、なかなかでいないと思うけどさ、やる人はちょっと注意してやってみてください。ってことでね、今日はちょっと次回じゃないや、前回からの続き、講釈の回になりました。前回その、ね、ムーブメント加工をやっていたその話の続き、講釈ですから、今回の話は前回の話と合わせてまた見てください。だから前編から見ていただいて、今回の後編を見ていただくという方がいいかもしれないですね。その方がいいです。でね、パッと見クロノグラフ加工は何ぞやという話なんですが、わからない人はリンクを貼っておきます。そのリンクを見てください。そのリンクでもってその加工のそういう風にしている時計を加工しているということですから、そのリンクを見ていただいて前編見て、で今回の講釈の回をまた見ていただけるといいかなと思います。なかなかまあコアな話になっちゃいましたけど、やる人は覚悟を持って壊す勢いでやってみてください。何個か壊しましたから俺もね。力
方ないです。そういったものはね、やっぱり進化の過程では重要な犠牲です。その犠牲を払って人は進化していきますからね。ちょっとまあ今回 も話もそうでに出てきましたけど、ちょっとまた氷炭型でもうまくできるようにちょっと考えてはいますけど、難しい。まあまあまたね、うまい具合にできたらこのね依頼の動画で出てくるかと思いますので、その時また楽しみにしておいてください。ということでね、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。このクロノグラフ加工の依頼もね、最近特に多くなってきました、一気に3本4本依頼する方もいますし、多くなってきましたが、そういった依頼もね、インスタ、ツイッター、そちらにメッセージを飛ばしてください。ということで、今日はちょっと話ばかりでしたが、やる方は覚悟を持って、何書いてるか分かんないけど覚悟を持ってチャレンジしてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。